大橋県展、元日本フェザー級王者、大橋県展は、日本の男性元プロボクサー。島根県出雲市出身。第62代日本フェザー級王者。角美宝石ボクシングジム所属。トレーナーは、加藤義則。2009年10月23日、高楽園ホールで、矢田部隆とスーパーバンタム級4回戦を行い、2回2分30秒。 tk o 勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2010年9月27日、後楽園ホールで行われた、東日本スーパーバンタム級新人王トーナメント、準決勝で、河野洋介と対戦し、4回3から0の判定勝ちを収め決勝に進出した。2010年11月3日、後楽園ホールで行われた、東日本。 スーパーバンタム級新人王トーナメント決勝で、高知基人と対戦し、プロ初黒星となる初回2分56秒小負けを、喫死東日本新人王の座を逃した。2012年12月12日、後楽園ホールで、三谷拓也とフェザー級8回戦を行い、8回2から0の判定勝ちを収めた。2013年4月26日、後楽園ホールで、 鈴木加平とフェザー級八回戦を行い、5回1分52秒 TKO 勝ちを収めた。2013年10月5日、後楽園ホールで高橋健太とフェザー級八回戦を行い、8回3から0の判定勝ちを収めた。2014年6月24日、後楽園ホールで瀬戸美希人とフェザー級八回戦を行い、8回0から0の判定で引き分けた。 2015年3月17日、後楽園ホールで行われた、エキサイトボクシングで、亀田,田武史とフェザー級8回戦を行い、初回2分20秒 TKO 負けを喫した。2015年12月17日、後楽園ホールで、河野洋介とフェザー級8回戦を行い、8回、1から1の判定で引き分けた。2016年4月12日、後楽園ホールで、 渡辺義友とフェザー級八回戦を行い、八回2分14秒、TKO 勝ちを収めた。2016年11月1日、後楽園ホールで荒木隆弘とフェザー級八回戦を行い、八回3から0の判定勝ちを収めた。2017年3月4日、後楽園ホールで本吉豊とフェザー級八回戦を行い、三回58秒、 tk 王勝ちを収めた。2017年12月1日、高楽園ホールで行われた A、サイン、B 級で日本フェザー級王者の坂秋介と対戦し、5回3分6秒小勝ちを収め王座獲得に成功した。2018年4月7日、高楽園ホールで行われた第572回ダイナミックグローブで日本フェザー級1位の源の大樹と対戦し、 7回1分12秒、TKO 負けを喫し初防衛に失敗した。2019年5月8日、若林俊との試合で勝利。2019年10月26日、高楽園ホールで、日本王座最強挑戦者決定戦として、日本フェザー級2位の丸田陽七夫としと対戦し、3回2分、TKO 負けを喫した。2020年11月22日、 日本ボクシングコミッションに引退届を提出した。ありがとうございます。